はい、どうもワイワイです。おはようございます。本日はですね、残すところおそらく2つとなったこのフォトブックの表紙を飾るですね、編み物、そこをまた探しに行きたいと、このヤーニーと共にね探しに行きたいと思ってるんですが、どうもですね、この2つ前のチャプターくらいからでしょうか、 BGM がなんて言うんでしょう、ちょっと悲しげなというか不穏な BGM になりましたね。でその理由がどうも環境破壊の面にある。おばあちゃんの今みたいなね、こう最初に出てきましたおばあちゃんの今が、ちょっとその環境破壊に問題しているのではないか、なんか紐付けられているのではないかという、そういった気が今はしているわけですね。こっちなのかな、こっち、かなり遠くなっちゃったけど、こっち行ける？あ、なんかこれ行ったことないね。行ける限りちょっと行ってみようか。こんなところでこれを見つけるっていうのはもしかしたら間違いなのかもしれないけど、戻ってくるためのものなのかな。おそらく右側にもしかしたらあるのかもしれないというふうに私は思っております。今回はですね、ドアの向こう側とかにもしかしたら行けるのじゃないかというふうにね、ちょっと一回行ってみましょう。この、ドアではなく向こうのドアですね。こっち行けるでしょうか。お、行けましたね。なんとも悲しげな BGM なんで、なんかこう夜という感じなのかもしれないですし、こんなんがあってんな。はあ、これはピアノでしょうか。あ、今回はここなんですね。手紙、そして冬の太陽、サビ、3つあるんですね。わかりました。では一旦本日はこの手紙、こちらからお邪魔しましょう。さあ、物語はどちらへ進んでいくんでしょうか。ハッピーエンドなのか、それともバッドエンドなのか、ちょっとそこにもね意識を向けながら、今回は雪の世界でしょうか、ヤニーとお邪魔しましょう。お、早速向こうにトナカイのような生き物がいますね。ヤニーも明るいこういうマップでね動き回るのは久しぶりなんじゃないでしょうかね。最近ちょっとね鼻が詰まってるなって自分で思い出したんですけどね、よくよく考えたら今に始まったことじゃないなって、そう思った。そんなね今のワールドの始めで言うほどのことではないんですけれどもね、今回ちょっとこのなんていうの、氷の部分でヤーニーが少しこうほら移動してしまいますね。そういったなんていうんでしょう、今までなかった移動の部分での困難というのもつきまとってくるわけですね。しかしながら操作も少し慣れてきましたしね、ギミックもある程度は見てきたはずです。なんとかヤーニーと本日もプレイしてねクリアしていきたいなと思うんですけれども、最近ねちょっと1チャプターをクリアする時間が短くなってきているので、おそらくね技術的面で言うと大丈夫なのかなとは思うんですけどね。さあ、ではここかな。ジャンプのやつで右側へ越えるのでしょうか。よし、ヤーニー、これまた怪しいの来たな。これ結んどっか、なんかあるやろ。なんもないのにアコくくれるとかないんちゃうか。おお、どういうこと、どういうこと、これシーソーゲーム、シーソーゲームかこれ。はい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 、ちょっと待って、じゃあ俺ここ絡まっちゃってるから、これ外そう。外せる、外そう。オッケー、ちょっとどうしてもここはね引っかかってしまうわ。どうしても引っかかってしまう。あとは、なるほどね。はい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 、わかりましたわかりました。ここをくっつけて、あれで、右側にもくっつけてね、ジャンプという感じでしょうか。いやー、もう本当にね終盤戦に入ってきたと思います。残り確認したところでいくとチャプターは3つという感じですかね、おそらくね。でもワッペンみたいなところを3つつける余裕があったかなっていう、ところを考えると、もしかしたら前みたいにさ、1個のワッペンを取るのに、なんか2つのチャプターをクリアするっていうことがありましたよね。あ、これ水下割れるとか、危なっ。やっぱりな。なるほどなるほど。
だからこれ使っていけということですね。 OKOK。 さあこっちには何があるのかな。あ、ここにまたヘラジカさんがお邪魔してくれましたね。いつぞやでですね、あのヘラジカさんにはお世話になりましたね。いっぱい虫がワンサがいる中でヘラジカさんが虫を持って行ってくれるというようなそんなことがありましたね。おお、びっくりした。おお、これはカラスの対決と、そういうことになりそうですか。なんか結構ね、今回は広いワールドなんで、あんまりこう臆することなく進むことができますね。あ、もしかしてほんまに俺カラスと対決してる。これもしかしてここにいなければ持っていかれないとかすんのか。なるほどな、やばい。あー、おい、かかってこいよカラス。おお、取れるもの取ってみろ取ってみろ。お、取ってみろ。お、あー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 あれどないすんのやろな。とりあえず引っ掛けることができるってことは引っ掛ける必要があると思うんだけど、うわ6つ、あ、なるほど。おー、来るやろ。ここで回避してこう移動してここで回避、オッケー。このバケツで回避、あーむずい、待たんなあかんか。ここで回避してこっち行く、引っ掛かる、ここで回避する、よし、このまま行く、ここでなんとか回避する、オッケー。あとは一回行き過ぎるの待っていい？乗って、無理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 、めっちゃ速いかなあかんやん。オッケー、なんとか耐えた。ここを登る、あかん、無理。ここを登る、ここを乗る、無理。よし、よし、アップだ。ギリギリ、超ギリギリ、かなりシビアやでこれ。なんかね、あいつらが飛んでくるタイミングもまちまちなんやわ。ちょっと待ってから行ったりすると意外と来おへんかった。ほらこうやって連続で来たり、だからタイミング見計らうっていうのも大事なんかもしれん。これとりあえずくくっとくやろ、あいつ避けるやろ、ゲーんでここよ行ってもう一回避けとくやろ。これジャンプしてこっち行くやんか、なんとかなるか。いや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 、無理やって、そんな。おお、アップね。こっちか。ああ、なんとかなった、ああ、なんとかなった。おお、これか。よし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 、大体分かってきたぞ。とりあえずここは結んであれ持っていくんやとは思うねんけど、いや先んとこ危なかったな、ほんとタイミングシビアやったし、あとまあまあ、まちまちっていうとこあるからね。もしかしたら一発で越せる人とかもいるかもしれんね、多くね。ほんで多分これは、こっちに伸ばして、ここで、またさらに上に持っていくのかな。めっちゃありますやん。あれ、落とすんちゃうか。なんかそんな気するよね。真ん中のやつ落とすんちゃうって。オッケー。じゃあとりあえずこの、よくわからへん、この食パンみたいな箱持っていって。あ、ちょっと待てよ。食パンこれさ、食パン、ここもこれやらなあかんちゃう？なんかそんな気せへん。ここも上に持っていっとかなあかんみたいな。よし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 。ただじゃあ食パンもっと上まで持っていけないと持っていっといてやな。これあれ右に落としちゃったりしていいんかな逆に。ちょっと右見て見ていい？ここなんかある？なんもないよな。これ万が一でも食パン右に落としてたらほんと危ないってことやな。もう積むってことやな。よかったよかった。まあ、とりあえずこれ左持って行って、あの右にも一応ね、あるんですよ。行き方というか、行けそうなところが。食パンももしかしたらこっちに持ってくるんじゃないのかもしれないし。こっちじゃないのかな？こうやって行くとかちゃうもんな。まあ、食パン持って行く必要なかったな。あとはこの真ん中のこれ。こっちに。オッケー！うわ、危な！あ、これをこうか。おぉ。ちょっと待てよ、食パンが必要なのか。あ、ここか、ここに必要なのか食パン。なるほどね。つうことは、はい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 、じゃああっちじゃないな、こっちに別にくくる必要がないな。だから食パンこっち持っていっといて今。よし、ちょ、おいおい、ちょ、やにやにややこしちゃってる。で、こうしてここちゃうか、ここにくっつけるんちゃうか。うん、なんかそんな気するよね。でさらにこの右側にくっつけるんちゃうか、こうやって。ほんで箸にしちゃうみたいな。もう食パンいけんちゃう、ナイスブレッドちゃうこれ。持っていこうか。
みんな食パンって食う？朝に食パンとか食う？ワイワイはパンあんま食わへんからね。やけど俺はまだなんかあると睨んでるんだよ、ここには。ほら、なんかここ上行けるもん。絶対これなんかあるやろ。ここくくって、ここくくって、これバネにできひんのか。ほう、バネにできないとおっしゃる。はあ、どないしていきます？ほんなら遠心力もさすがにこれは無理やから。上に遠心力ってのはな、まあきついから。なるほどね。そないいうことでっしゃろか。はい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 、なんとなくわかったわ。なんでこの食パンがこんなとこにあって、ほんで左に上にまで持っていけるのかという理由が。おそらく右に行くのは正しいルートやと思うけど、ちょっとまあワイワイのこの考えを一回みんなにも見てもらいたいというのもあって、ちょっと一回やりますね。ここにそもそもくっつけてワイワイ上にやったのは間違いじゃないんや。 でもこれを持っていったって何の意味もないよねって俺思ってたから持っていかへんかったんやけど。ん？いけるか？やに、オッケーオッケー。こっからさらにこっちに持っていくこともできるんじゃないか。ちょっと距離遠いけど箸になってくれんやったら。なった！こんなビヨンビヨンしてる箸久しぶりに見たな。でこれでこっちに持っていけば、あの上に登れるようになるということね。要は 2通り行き方があるっていうことなのかな。それともここに何かがあるのかな。はい、やったー。おお、まだやれと。なるほどね。これもまあ同じような要領ですね。こっからここにくっつけてですね、でここで端化してくださいと。でまたあの職場持っていくわけか。なるほど。一つのボタン取んのにかなりこう凝り出したね、思わへん？ってことはよ、これ5つ取るわけだから相当難しくなってきてるやろね。まあでもやっとボタンを取るところに成功しましたね。まあ、最近全然ボタンを取れてなかったんで。よし、じゃあちょっとあれしようかな、楽しようかな。こうしといて、オッケー。じゃあもう食パンをね、あの上から落として、こっから落としてね、右側行きましょう。おっしゃ、これでいける？ヤニ、ナイスヤニ。お、出てきたね、車か。あんな車前にも見ましたね、一回ね。おし、これでケイト・ザ・バーゲンな、3番街ので、こっち行ってここかな。この上登っていくと何があるでしょうか。でもあの向こうの車はまだ動く感じなんかな。むしろまだ人が住んでいるという感じなのかな。でもこの木の感じから言ったら苔生えてるからさ、苔っていうかカビか。だからどうも人が住むっていう場所には似つかわしくないかな。よし、これも結構むずいな。よし、オッケー。まずこの毛糸取ろうか。右側なんか藁みたいになってるけど、あっちにも行ってみたよね。ん？あれ届かへんか。あれも振り子か。こういう時にね、ジャンプしてこうやって登るとね、すごく早くヤーニーを登れるんですよ。右側なんかある？あ、ボタンあった、上にボタンあるよね。これ何？動かせんのこれ。あ、動かせるわ。動かせへんわ。引っ張ったりするもんじゃないんや、これは。あ、引っ張ったりするもんやわ。おー、ってことはこれ使うんかな。こっちまで持っていくことできる？どこまで持っていくことができるか一回見てみようか。結構持っていけるな。あ、マックスまでいった。こういうことか。それで使えってこと？いやー、そんなことないやろ。あ、あの上にもあるね、でも。あー、なるほど、そういうことですか。そう、時折見せるフリーザーの声みたいなのやめてほしいね。ワイワイも思うもんね。こっち行ってこうやろ？オッケー。で、こうや。このバネを作り出すためにアリスが必要やったんだ。で、この上に引っ掛けるとこがあるみたいで。いやー、すごいなー。やっぱボタン1個に凝り出してるよねー。よしよしよし。え？これ降りて上がってこれるか？まあ、ええか。よし、ナイスボタン。あ、鳥の巣？これ鳥の巣っぽいですね。あれ右行けんのかな。右行ける気もせえへん。ちょ、右一回行ってみていい？え、行っちゃったんですけど大丈夫これ？
え、確実にこれ正しいルートちゃうやろ。こありな、なんかまだあんの、ボタン取ってなおまだあんの。あれ、こっちが正しいルート、あ、ボタン取るルートが正しいってこと。ちょっと一回それよりも戻って、他に行けるとこあったかどうかだけ見てみよう。あれ、こっちも行けるってことやんな、これこっちも行けるよな。ちょっと待って、俺さ絶対このなんていうの、ボタンのルートが正しい方ってわけないと思うねんやんか。あれって別に取らんでもいいから、言うたら極端に言えば。だからやっぱボタンの方ルート行くわ。あれがなんか隠し要素だと踏んで、ヤニージャンプ、よし。あれ糸割っちゃった。まあええか、これ何引っ張んのかこれ。はい、よいしょ。こっちか、こっちもこう引っ張るか、ヤニー。はい、よいしょ。ああ、はいはい、なるほどね。で、これとこれくっつけろってことか。よいしょ。おお、待って待って、なんか上がっていったぞ。こっち下見ていい？一回。あ、ボタンあった。ラッキー。よし。このなんか井戸のこのバケツみたいなやつを今から上げるってことね、多分。この上の多分バーをね、なんかヤーニーが持つんちゃうかな。ほんなら、よいしょ。オッケー。ほら。なんかシュールやな。で、なんなん？押すの？あ、これ押すの？あ、すごいすごい、ヤーニー、ヤーニー。ヤーニー、正しいの？正しい運び方なん、ヤーニー。あ、こいつらから狙われるからか。だからこうやって移動してるんだ、今。うわ、すごい。無敵やん、ヤーニー。うわー、なんか、今までちょっと隠れてこそこそ移動してたのが、これなくなったんかね。だいぶでかいね。さあ右の方に行きますよ、進んでいきます。ヤニー、ここでちょっとその勘とはおさらばしてですね。あーっと、また新しいちょっとこの氷の大地のところに来ましたね。これなんでここに輪っかあんねやろ。ほら輪っかある、ここに。ほら、あ、くんのこれ。え、何もできひん、これ何もできないですか。あっかっ、おお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 。ちょ、みんなよく見て、あれ右上にボタンあるんやわ。で、あの上にさ輪っかあるやんか。あ、間違えた、ジャンプしてもうた。なんとかしてあこに行く必要があんねん。で、ここ、こうやって割れんねんけど、こう、割っ、あっか、やっぱヤニー、そこ登れへん、登れへん、そこヤニー、登れるやろ、登れる。 こことあこやったらバネいけるかな。まあ実際やってみようか。まず真ん中を2回ジャンプして、日々生かします。ジャンプすると同時にこっち1、2でジャンプする。で、ここくっつけたいから、どないしてくっつける。あ、違うわ、え。なんか出てきたんですけど、これなんか出てきましたよ。くくれへん、ヤニー、それ。おっしゃ、なんか異常な状態になってる、ヤニー。今異常な状態になってる。お前どこ歩いてんねんって なるで。ほんでこれか、こうか。あ、なるほどね。ここじゃなくて、この上の木の枝に行くんだ。っていうことやんな、多分。あ、違うわ。あっちでいいんや。はい。よいしょ。オッケー。ナイス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 。いやー、よかったよかった。やっぱ軽くでも触れてみると分かるもんやね、ああいうのね。なんかバネっぽい気するけどな。一回こっちにさ、ビョーンって飛ばしてきそうな気せえへん、あれ。あれ一回ビョーンってこっちに傾いてくるだろう、お前。あれ、上無理や。上に引っ掛けられへんわ。なんかあるか、もの。あ、これ？これが？オッケーオッケー。じゃあまあこれ、くくっとくか。いや、ここくくんの問題やな。先にこっちくくった方がいい。あ、くくられてるやねん。くくられてへんわ。よし、ここくくりーの、ここくくりーの、この車輪こっち運びーのやな。よし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 。多分なんか意味がいいのやな、これ。ほんで、よし、あれ、こっからジャンプして、オッケー。で、これ多分引っ張ったらバーンなるやろ。オッケー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 。さらにここに、紐くくり、あれ、ここ外そうか、ここ外そうか。
ここ外してこっちにくくりのしよう。よし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 、これで道ができたね。でまあ道を持っていっとこう。あれもよくわからへんから、まあほんまにね、前も言いましたけれど無駄のないゲームなんで、絶対に何か必要なところが出てくると思うんですよね。危ないよ、やに。こうか。ああ足場か。オッケーオッケー。おお危ない危ない。あ、まださらに持っていくんか。なるほどね。よし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 。なんで、何してた今。びっくりした。アウトか思ったわ。あ、写真か。あれは犬かな。後ろにいるのは犬っぽいですね。で前にいる人が何かを見てるね。畑か何かを吟味してるのかな。どういったことなんでしょうか。ん、あ、鳥が逃げられへんようになってる。じゃあヤニ助けたれそれ。よし、オッケー、ナイスヤニ。大丈夫か。あ、あれか、大丈夫かヤニ。よし大丈夫。ん、あ、仲良しになった。初めてやな、鳥で仲良しと。お前そこ持つん。いまだかつて見たことないわ、そこ持って移動したやつ。すごいやん、ヤーニー。えらいとこ持ったな。あ、手に入った、手に入った、マッチや。ナイス、ヤーニー。今回も比較的短い時間でクリアしたね。あ、バイバイって言ってやってんのか。鳥さんの今回は、これどうやって見せてくれる、ヤーニー。あ、控えめヤーニー。控えめヤーニーな。はいはい。最近控えめヤーニー多いな。チャンピオンのやつ見してよ、一回。あ、でもこの感じでいったらあと2つ確かに生えるかな。そんな気もするよね。さあ、お、なんか今回、うようよ回ってくるぞ。そんなら入れ。よし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 。じゃあ見てみましょうか。手紙。どんなに離れ離れになってもずっとずっと言葉一つで通じ合うことができるはず。ほんの少し頑張るだけでいいのに、どうして言葉を交わすことはこんなにも難しいのでしょう。何があったんでしょうか。これは畑ですね。冬の畑なんでしょうか。まあお二人いらっしゃいますけれども、まあそうですね、お世話になったカラスなんでしょうか。まあこう鳥がねいっぱいいますね。あー、これは凍ってしまった湖という感じでしょうか。まあお世話になりましたね。これも二人映ってますね。なんかこう花かな、これ花っていうか、なんか粒々がなんかなってる植物の上に雪溜まってるっていうのはね、これなかなか見えひんのちゃう、日本では。うわ、どうなってるこれ。手か、手で顔隠してんのか、なんかなんかしてますね。そしてまあ、これもね、雪の土地、まあ撮ってる人がいるはずですから、2人で撮ってるのかもしれないですけれどもね。あー、手紙ですね、おっしゃっていた手紙。これをおそらく送っているんでしょうか。ん、何の写真なんだろう。まあでも喜んでいる顔をしてますね、いただいた方が。おそらく前にですね、レールを外れてというチャプターがありましたけれども、そこでまああのバイバイってした、私東京行ってくるわの向こう側にいた人なのかもしれないですね。まあそういう手紙ですね。まあまだここは解禁されてないですけれども、ストーリーが少しずつつながってきた時に、最後の最後であと2つのチャプターで、まあ1つの一本のストーリーになる、まあ、シナリオが出てくると思うんですね。まあぜひなんとかね読み解いていきたいと思いますね。